はい、皆さん、おはようございます。ハリウッドスターを目指す男、アレクサです。172名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつも、ありがとうございます。いやー、来ましたよ。福岡歯科大学。今日はですね、今から、この、ずっと逃げてきた、親知らずをですね、4本。多分今日は多くて2本だと思うんですけど、抜歯したいと思います。やっぱこのスピード感大事だと思って、もうこのスピード感、やっぱもう1回逃げちゃったらやっぱずっと逃げたくなるんで、早期発見早期治療じゃないですけど、多分僕と同じような人いっぱいいらっしゃると思うんですよね。あれずっとやろうと思ってたけどまだできてないとか、お金に関してもそうだし、お金の整理とか例えば病院もそうだけど、こう1回こう検査で引っかかって再診するように言われたけど、なんか忙しいを理由にして行けなかったりとか、ずっと何かこう大切な書類をまだ提出できてないとか、もう小学生から僕みたいな世代、大人の方もみんなに共通して言えるかもしれないんですけど、やっぱりこう逃げたいことってやっぱありますよね。僕もめちゃくちゃ逃げたいです。今日ね、本当にもう本心を言うとめちゃくちゃ怖い。もう本当に怖い。抜歯はもう本当に怖い。もう昨日もですね、もう恥ずかしい話、全然寝れなくて怖い。もう手術です、これは完全に。もう足震えてますもん。いけないですからね。いやー怖い。でもやっぱ逃げたら負けなんで、やっぱ筋を通す、まあ毎日ですね、こうパッション込めていきましょうとか、筋を通していきましょうとか、古き良き時代の女性に似合う男になりますとか、やっぱ公言してる僕が逃げてたらダメなんで、やっぱ借金同様、もうめんどくさいものはもうさっさと片付けていきたいと思います。でこの抜歯もですね、もう本当に1本5000円かかるみたいで、いやまたお金飛ぶなと思うんですけど、まあ今のこの出費っていうのは、まあ、後々考えると、まあ、安いものだと思ってるんで、本当に自分から逃げずにですね、もうバシッと片付けていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。あとですね、まあここら辺はやっぱり僕貪欲だなと自分を褒めてあげたいことが実は一つあって、この大学病院って今多分医学部生とか職員さんとかお医者さんとかが今すごい出歩きしてるんですけど、そんな中でですね、やっぱUber Eats のバッグ、ハリウッドスターを目指す男アレクサっていうあのバッグをからって、この麦わら帽子をかぶってこの病院に潜入する僕の勇気、これはやっぱりですね、僕は本当に自分を評価したいなと思います。やっぱり素人がハリウッドの扉を開けるために、やっぱこんぐらいもうハングリーに貪欲に果敢に攻めないといけないと僕は思ってるんで、もう本当に医学部生に笑われようが、もう年下の人たちに笑われようが、横断歩道で待ってる小学生にケラケラ笑われようが関係ないんで、ハリウッドスターになるためにはこれぐらいやらなくちゃ僕は本当にいけないと思ってるんで、関係ありません。今日もですね、診察終わったら無駄にですね、まあ、病院なんでちょっとそうですね、コロナウイルスのあれがあるんで、もう早めに帰ります。ただ抜歯っていうですね、この問題を片付けて、また一歩ですね、ハリウッドスターに近づこうと思ってますんで、皆さんぜひ安全を祈っておいてください。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。行ってきます。